お米で、できたものですね。自然発酵ですね。This is 麹 or rice malt, which is made from rice naturally. そしてこの麹でできたものがですね、寿司を作る上で大変役に立っております。So 麹 is can be made to sake vinegar, meaning the all these things. これらのものの中に生ものを入れても腐りません。When you put the raw fish in it, it doesn't grow bad. It doesn't decay. 当然味もつけられます。And of course, it is to go しかし、これらすべてのものが生ものについたバクテリアを殺してくれる、また抑えてくれる働きがあります。All these components has an effect of killing or resisting bacteria. ですから、約200年前、冷蔵庫も氷もなかったときでも、生ものを美味しく安全に食べられるようにしたのが、この調味料であり、日本の寿司です。So that's how people 200 years ago, without fridge, could eat raw fish.これ日本のですね、マグロ。今年初競りで1億5千万で値段がつきましたね。the January bidding, one of the tuna costed about 1.5 million dollars. マグロはですね、一般家庭では絶対に凍らせないこと。Do not freeze tuna in your home. 冷凍のマグロは一回溶かしてしまいますと、また冷凍庫に入れますとですね、必ず水が出てしまいますので、冷凍しないでください。Frozen maguro, frozen tuna should not be frozen because it will give a lot of water. そしてマグロをですね、冷凍をする場合には。エンジンオイルがマイナス60でも壊れないのと同じようにですね、質のいいマグロはマイナス60度でもちょっと危なくなります。 The good quality tuna would not, it still tastes good after it's been frozen in 160. このような少し赤いところですとマイナス30度ぐらいでも大丈夫ですけれども、こちらのような油のあるマグロはマイナス60以上冷たくしないとなんですね。マグロのですね、赤身等でもあまり美味しくないマグロでもですね、漬けといって醤油、酒、みりんで漬けますとですね、大変美味しくなるんですよ。Even the red lean meat part, if you marinate it with soy sauce, みりん and sake, it will become tasty. これはですね、サーモンも漬けにすると大変美味しいんですよ。サーモン is also good when you marinate.またレシピが出てきましたね。こういう中につけるとですね、大変美味しくなるんですよ。撮影終わりましたか？